南予で水不足の心配がじわじわと広がっています。宇和島市の三財ダムは貯水率が 60% を切ったことを受け、利用者に節水を呼びかけることを決めました。宇和島市の三財ダムは市内津島町と三浦半島、そして愛南町の一部のおよそ8400人に給水しています。今年は雨が少なく、今月4日に貯水率が 60% を切ったため、昨日市や下流の水利組合の関係者など16人が出席し、渇水調整協議会が開かれました。会ではダムの流域に降った雨の量が9月は平年の 21.2%、 10月に至っては 7.9% と極端に少なく、貯水率は昨日午前9時時点で 59.3% と平年を 36.7 ポイント下回ったことが報告されました。このまま全く雨が降らなければ来年2月中旬には貯水率が 40% を割り込むと予想されていて、協議会は放流量をダムに流入する水の量と同じにし、水位の低下を抑えることを決めました。また市民など利用者に節水を呼びかけるほか、大口の事業者や公共施設には個別に節水の協力を依頼することにしています。